はい、どうも皆さんこんにちは、西健パンチャンネルの西健です。今日なんですけれども、明日から使える普段のパンが2倍美味しくなる簡単裏技5選ということでね、皆さんに簡単にパンが美味しくなる裏技を伝授したいと思います。皆さん普段家で焼いてるパンはうまく焼けてますでしょうか？ちょっとね、なんかもうちょっと美味しくなんないかなとか、なんかもう少しうまくなりたいなと思ってる方が多いのではないでしょうか。今日はそんな皆さんのためにね、本当に簡単、本当に簡単だから、もう5選、これだけやっとけば間違いないっていうのをね、教えたいと思います。これをね踏まえて、また明日からねパン作りをしてもらえれば2倍ね美味しくなると思うので、最後までチェックしてみてください。それではやっていきます。まずなんですけれども、小麦粉美味しいのを使うですね。まあ一番簡単な方法ですね、これが。で、皆さん普段多分カメリア粉 100% とかで、パンをね焼いてると思います。そういう人はまず製菓材料専門店みたいなところに行って、あれを買ってください。あれなんだっけ、名前出てこない、リスドール、そうリスドールっていう粉を、リスドールっていうね小麦粉をぜひ買ってみてください。それをいつも例えば 100% カメリアで作ってるとしたら、70% カメリア 30% リスドールみたいな感じで、単純にね置き換えて、パンを作ってみると、そうするとどうなるかっていうと、カメリア粉ってすごい本当にまっさらな粉なんですよね。もう本当に小麦の真ん中だけを引いた本当に精製された真っ白な小麦粉。例えばその他の小麦粉っていうのはもうちょっとね外側まで、リスドールはもうちょっとね外側まで引いてあるので、なんだろう、いつも例えば精白米食べてるとしたら、それを玄米にするっていう感じですね。リスドールはもうちょっと外側までこうね引いてあるので、うまみみたいのが、あります。なのでそのねうまみがある粉を使えば、まあ単純にね美味しくなるっていう話です。でもうちょっとね際立たせたい、もう少しとんがったねうまみを出したいっていう人は、全粒粉っていうのを使うといいです。全粒粉っていうのはもうその外側まで、小麦粉の外側まで引いた小麦粉のことで、もう本当にコクというか、本当に小麦粉の味が本当にガツンとくるのでおすすめです。であんまりこれをたくさん入れすぎると、なんかねちょっと穀物臭いパンになりがちなので、まあ入れる量は 30% ぐらいがおすすめですね。というわけで、まず1個目は小麦粉を美味しいのを使うね、富澤商店とかでリスドールを買ってそれを入れてみてください。まあ、他にもね、いろんな国産小麦を試してるよっていう人や、地元のねちっちゃい本当に農家から買ってるよみたいなつわものもいると思うんで、ぜひねおすすめの日本の国産のね小麦粉があったらコメント欄でねちょっと教えてほしいと思います。全然日本の小麦粉、知らないのでちょっと詳しくなりたいので、よろしくお願いします。次ですね、ローメン法を使うです。またなんとか法とかいう難しい言葉が出てきたと思ったそこのあなた、ローメン法っていうのは超簡単です。古くなった生地をただ入れればいいんです、パンに。それだけって思った方は、いると思います。そう、それだけなんですよ。本当に古くなった生地、まあ古いって言っても1日2日3日ぐらい経った生地ですよ。まあ冷蔵庫に入れて保管しておけばいいんで、ちょっと多く作ってまた今度作るときにそれを混ぜればいいだけです。例えば明日もちょっと作ろうかなと思った場合は、ちょっとだけ焼かずにね取っておいて冷蔵庫で保管しておけば、もうそれがローメンになります、翌日には。でそれを、小麦粉 100% に対して、まあ最高で 30% ぐらいまで入れて OK です。でこのローメンをね使うと何がいいかっていうと、もうねローメンっていうのはもう発酵のうまみがもうできてるんですよ。そこでもうそのイーストがもう作ったねうまみみたいのがもう完全にある状態なので、もうそれを混ぜてあげると、そうしたらもうパンがすぐにねうまくなります、これだけで。でそのイースト臭さっていうのもあんまりイーストを入れなくて済むので、イースト臭さっていうのもなくなるし、普段入れてるイーストもちょっと減らせると思います。なのでもうイーストがね単純に美味しさをもう作ってくれてある生地をもう混ぜるんで、もうねパンが美味しくなります、これで。まあローメン法に似た方法っていうので中種法っていうのもあるんですけど、まあそれはちょっとねまた別の方法なので、今回はローメン法っていうのをおすすめします。まあ簡単っていうテーマなんでね、本当これ簡単なんで、もう本当に取っておくだけ、生地を取っておくだけです。はい、次ですね、3つ目紹介していきます。ナッツ類はローストして香ばしさアップ、レーズンなどのドライフルーツは熱湯で戻しておいてもちもちですね。
はい、ちょっと長いんですけど、まず、まあ、そのまんまですね。ナッツ類、まあ、皆さん結構クルミとかアーモンドとか、まあ、結構ねナッツ類使う場面があると思います。そのナッツ類は、まあ、フライパンで煎るとかトースターでトーストするとか、オーブンに入れてもいいですし、ちょっとね軽く焦げ目をつける程度でローストして、それを使うことで本当にね香ばしい、うん、そのクルミとかアーモンドの風味っていうのがパンにね、バーンって出てくると思います。そしてレーズンとかね、もう皆さん多く使うと思って、使ってると思います。そういう方はレーズンを熱湯でもうねふやかす、熱湯を使った方がいいです。やけどに注意してください。熱湯を入れることによって、レーズンがね本当に戻ります。ふわふわになって、それをパンに入れることによってパンのね水分が奪われずに済むんですよ。レーズンそのまま入れちゃうと、そのレーズンがねパン生地の水分吸っちゃって、もうパンがねパサパサになっちゃうんで、まずレーズンをしっかりふやかす、それを入れることによって、パンがねいつまでももちもちふわふわの状態が、続きます。まあ本当簡単ですよね。本当にもう水で戻せばいいだけなんで。4つ目紹介していきます。甘いパン系には脱脂粉乳 2%、 ハード系にはモルト 1%、 成形が終わったらすぐ塗り卵、焼き上がりにシロップです。はい、めちゃくちゃ長いんですけど、まあ、これもそのまんまですね。要はこれ美味しい色、美味しい見た目にするための簡単なテクニックです。甘いパン系には脱脂粉乳をまず 2% 入れてください。脱脂粉乳ね、まあ、スキムミルクですねを 2%で、このモルトっていうのは、麦芽粉末とか、まあ、麦芽ですね、モルトシロップとかとも呼ばれます。まあ、これはさすがに製菓材料店に行かないと売ってないと思うんですけれども、本当にね、安く手に入るので、これを買ってフランスパンとかね、シンプルなパンを焼いてみてください。本当にね、この 2%、 2%、 たかが 1-2% なんですけども、これがね与える色づき効果っていうのはかなりでかいんで、これを入れてない人、これを使ってない人は本当にもったいないです。ぜひ次回からね入れてください。そして成形が終わったらすぐ塗り卵っていうね、ちょっと反則的な技があります。それはオーブン前に、まあ、塗り卵をねこう塗って、皆さんこうオーブンで焼いてると思うんですけど、それだとねこうねタラーって垂れてきてムラになっちゃうことが多いんで、もう成形が終わった時点でもう塗っちゃいましょう卵。そうするとオーブン最終発酵をね取ってる間にいい感じに乾いてきてくれて、それが色づくと本当にもうムラなくねツヤっと、綺麗にツヤが出ます。でそして、焼き上がりにシロップですね。まあこれとどめですね。結構裏技ですね。これもなんかその砂糖と水を、沸騰させたもの、まあ、シロップですね、それを焼き上がったらすぐに塗る。このすぐっても結構ポイントです。熱々のうちに上からねこうハケで塗ってあげると簡単にねパンがテカテカになってくれます。本当にこれおすすめですね。クロワッサンとかもね結構この技やるといい感じに見栄えがね本当に綺麗な感じになります。はい、最後5つ目紹介していきます。栗粉、そば粉、米粉とかのそういう穀物の粉を加えるパンは湯種にしちゃうですね。皆さんどんなね小麦粉以外の粉を使ってますか？まあ、多いのが、まあ、米粉を皆さん使ったことがある人もいると思います。あとは米粉とかそば粉っていうのも結構ねパンの味をバラエティ豊かに、ね、してくれる、材料の一つなんですけれども、そういう小麦粉っていうのはグルテンが入ってないんですよ。グルテンが入ってないから、まあ、どうしてもねボソボソパサパサになっちゃいやすいんですよね。でこれを入れるときはもう湯種っていうのを作ると本当にそのもちもちさがねずっと長続きします。で湯種については、以前の動画で解説してありますので、下の概要欄に貼っておきます。気になる人はチェックしてください。作り方に関してはね本当に簡単です。熱湯を上からこうねかけて練るだけですね。で、まあ、一晩寝かせておいても、いいと思います。でこうすることによってねでんぷんがねずっと固化した状態で、でんぷんがすごいねもちもちのゲルの状態でいてくれるので、パンにね本当にもちもちさをね足してくれるんですよね。もちろん普通のカメリア粉とか普通の小麦粉にも、この湯種っていうのは有効です。まあ、使うとしたらそれも 30% ぐらいがまあ、マックスでしょう。あまり入れすぎるともうなんかベチャベチャのね火通りの悪いパンになるので注意してください。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日はね、明日から使える普段のパンが2倍美味しくなる簡単裏技5選ということで、5つ紹介しました。いかがだったでしょうか。知ってるのも、まあ、あればこんなのあったんだっていうね、目から鱗の技もあったのではないでしょうか。この他にもね、皆さんが普段家で使ってる簡単な裏技ありましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。西健パンチャンネルでは普段パン作りに関する情報、レシピ、いろんな情報を配信しております。下の概要欄やこちらの関連動画から気になる動画をチェックしてみてください。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録をして応援していただけるとモチベーションになります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。